柳家さんのすけの豆さを鍛える場所ポッドキャスティングだえ、皆さんこんにちは、柳家一金でございますどうも、落語カフェの古今亭菊心ですはい、もう先週のまんま、ね、はい、そうですよ、お願いしますよ、そうですね、はい、本日はですね、6月の2日ですからね、更新はね、はいはい、で、3日の歌謡会がですね、はい、柳家三之助さんと三遊亭天丼さんの話です、はい、合ってるよね、言うてね。来てちょうだい。合ってます。合ってるそうです。はい。はい。で、また、本日のゲストはですね、はい、先週に引き続きまして、古今亭菊心師匠、はい、そして、桂みきおさんでございます。はい。ありがとうございます。すいません。なんか、お引き止めしちゃって。菊之丞です。いろいろ言いますね。そんなに面白いですか、ね、あいさんが言うと面白いんです。菊之丞って言葉がそんなに面白い。またあんまりいじられる人じゃないですけど、面白いですけれども。はい。はい、もう今日ね、菊心師匠この後お尻があるということでですね、はいはい、もういつでも退席なさって結構ですので、あ、わかりました。見届けていただいて。フェードアウトでいいんですか？フェードアウトでいい、うん、送りいたします。じゃあちょっと帰ります。サラリーマンみたいにちょっとこう、うん、手刀かなんか切っていただいて、そう。うんちょっとドローンでタイムレコーダーこうやってちゃんと出て帰ってくる。これがねこれでねでこれなもんですからまだよくわかんない純粋味ながら、うんうん、はい。で一応ね先週に引き続いて、うん、菊心師匠の東京マンスリー、ありがとうございます。させていただきます。はい、はいはい、7月、今月ですよ、26日の木曜日の19時開演、はい、18番を作る1年というサブタイトル通りですね、はい、ちょっと、将来の、古今亭菊心の、ベストアルバムが出たらそこに入るんじゃないかというような落語をどん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 やってきます、はい、1席目花見小僧おせず徳三郎、2席目、刀屋おせきおせごめんなさいおせず徳三郎の下、うん、そしてお化け長屋と書いてもこれ順番はねちょっと当日にならないと分かりませんが、うん、いろんな順番で、3ついっぺんにやるかもしれない。これがねなんと三之助さんね、うん、53ヶ月目ですよ。まず53ヶ月で何年ですか？何年妊娠してんだお前は53ヶ月目でお釈迦様じゃないお釈迦様じゃないんだそうそうそうそんなやってますね。だから5年目ですね。丸4年経って、あそうか、4年で48ヶ月。そうです、そうです。で、次の8月22日、この日まで予定が出てございます。はい、この日、水曜日ですよ、19時開演、54ヶ月目。はい、やはり18番を作る1年と題しまして、ヘッツ幽霊、お初特命、金明珠。うん。うん。チラシに金竹名で今週もやりますか。忘れときましょうか、そこは。なおかんだ。金名地区かもしくは、うん、五色かあるいは、新作という金竹名ですからね。ね、今日ツイッターでね菊心師匠なんかやらない落語まで書いてあってみんな騙されたって言ってましたけど、うん、ね伊藤紀子さんが言ってましたけど嘘ですって書いてました。嘘ですって書いてますね。ね、なんて書いてあるんですか？節電中。節電中ね、なんか中澤信夫さんの作みたいなとかね。うまいね。に劉少将の日照券みたいな。日照券みたいな。そう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 。なんか新宿でネタ帳見てるとこ。ありそうそうそう。あ向こうの芝居だって分かって。そう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 。回路梅とかどんな話なんだろうなんつって。やってましたね。まあみきおさん知らないと思いますけど。今キャットとしてね。はい。この53ヶ月目、54ヶ月目もですね、はい、桂みきおの飛び入り、はい、あるんじゃないかという、うん、まあ2回あるから1回ぐらいあるでしょう、ね、特にやっぱり刀屋、に入る前にねちょっと少し、うん、クッションを置くのがいいかもしれない、ね、そうですね、まあ構成的に言うと休憩を入れるか、うんうん、確かにその方がいいですよ ね、うん、まあ来るにも来ないにも連絡はしてないですか、ね、まあそうですよね、心配するから、まあ、何しろ前回二度寝してますからね二度寝して飛び入りをしなかったってよくわからないでもここにいるみたいな、ね、なんかいいんだからそうでもとりあえず来たみたいな、うん、もういいんだか悪いんだかでも来てくれてやっぱり、うん、ちょっと喋ったでしょ講座で、うん、やっぱああいうのがあるとお客さんはね喜びますよ、ね、うん、まあ僕がメール出してねショッピーだってことあるんですけれども、うん、はいはい、はい、まあ、とにかくハプニング担当ハプニング大事です、ね、そうおじからそんな大事そうであってほしいこれからもレギュラーにはならずなるほどね二人会にはせずそうなんですよ、はい、そういうことでございます、はいはい、
僕ね、これね、チラシをね、そんなに毎月毎月すれないでしょ、うん、だから4ヶ月分を一つのチラシにしてるんですよ、うん、なるほど。ということは、今から言うと来月、再来月、その次、その次、うん、4ヶ月後のネタを告知しなきゃいけない、うんうんうん、辛いですね。それ辛いでしょ、3席ずつ、ね、その辛さがこの金竹名に出るそう、ひっくり返しとけばいいかなって違うそう、そうかじゃないよなるほどどっちでもないみたいななるほど、あれこれ金竹名、あ、五色五色、うん、それ饅頭超えるから、うん、後でこう、なんていう、言い逃れできる隙を作るっていう違うんだけどだけど、その、やっぱり自分の持ちネタ出すか、あるいはネタ下ろしするかっていうね、兼ね合いもあるんですけど、やっぱり出してって出してって、その最後の最後、やっぱりないっていう、うん、あ、なるほどね、何ももうない、どん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 なくなってきますからね。そう、だからひっくり返しと繰り返しやってても、うん、やっぱりね、そういう、まあ、前座話っていうの、そういうのがやっぱり入ってきちゃうっていうのはね、うん、ネタ出し大変ですよ。僕は自分の回をネタ出しをしないでやってるんで、うん、それもまた度胸のいること。いや、まあね、そうですね、お客さんもね、うん、ネタで来てくれるわけじゃないっていうね、うんうんうん、なるほどね、うん、それでね、この東京マンスリーですけれども、はい、まあ、落語カフェでやり始めたからもう随分経ちますけれども、うんうん、最初の初年度ですね、なんか前座さんが出てるんですよ、うん、おい、毎回前座さんが出してね、いましたね、結構ね、はい、太い感じの前座がでね、毎回出てるんですけど、もう毎回同感なんですよ。そうでね、まあ、まあ、めくりもここで菊神で出てるんですけど、柳家圭介じゃないんですか。柳家圭介じゃないですよ。違うんですね。柳家圭介じゃないですよ、うん、違うんですね。まあ、あの、まあ、この前まで、この前まで古今亭菊郎っていう名前だった人にすごいそっくりで、それ太いですよ。まずは前座で一席なんてんですけど、もうね、途中からね、もう訳が分かんなくなってきたんですよ。毎回同感をね、どんどんエスカレートしていくんですね。で、最終的に女の子になったり、なんか、あの、訪ねてくるのが与太郎だったりね。なんか、よく聞いてみると、これ、演劇衣装と男子衣装かなみたいな、モノモネだったりね、して、で、最後、取り仕切りが改まって、で、新章お願いします。あの、前座さんはって言ったら、いや、本当に青木さんね、あの、年が変わって改めてね、あれが出なくていいと思うと本当ホッとするわって。やっぱり辛かったね、やっぱり途中から大変なことだよね。ネタ出しより3席ネタ出ししてですよ、その上そうで、なんてか分かんないですね。なんか一回、あれなんですね、噛んだことがあって、それでもうずっとぼやいてるんですよ、うん、まさかね、この他の3席はすごい練習して稽古してやってるけど、どうかいきなりやったら噛んだっつってすごい3年かって、なんで同感に足引っ張られると思わなかった。いや、ずっとそうでしたある意味じゃ。毎回ここでね、思いついたことやってますからね。そうあれ、あれ、師匠稽古したんですかって言ったら、さっき楽屋で思いついたんだよね。いや、だってそれまでの間はやっぱ三席にかかってるじゃないですか、ずっと車でも電車の中でも、で、ついて、やばい、最初の同感だっていう、やっぱここで思う。で、毎回楽屋で同感されてるってよくわからない状況。そういう試み面白いですね。だから、そのいつもの話を変えて、今日毎回変えるわけでしょ。そう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 、変えるってことがある種の目的になってる。まあまあそうですね、それは面白いですよね。遊びのうちはね、そう、だんだんプレッシャーで、お客さんがそれをほら期待するようになるよ。そう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 、今日はどんな話なんだろう。そうもう前座出ちゃいましたなんていうメールが来たり、ネタ出しよりも楽しみにしてたりなんか。そうなんです。なんかほら、ちょっと遅れてね、いつも前座聞かないから、前座最後の方にやってくれませんか。わけがわからない、なんかわかんないわけがわからないことになってます。前も前ここでね、面白いなと思って企画でね、やってるのは、前八甲物語っていうのがあって、ちょっとお休みしてますけど、新八さんと新興さん、ね、あの古今亭の、ね、若い衆2人がやってたのが八甲物語っていうんで、とにかく全ての落語に犬が出てくるんですよ。どっかワンシーンが無理やり出す場合もあれば、本当にない場合は走ってるうちに犬に噛まれて蹴り入れたりとか、そういう企画も面白いですね。でお客さんはそれ込みで、なるほど、まあ本筋もありの、その、まあ一大話ですね。そう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 、一つは、台を入れる。そう、なんかやっぱりお客様もね、こう変化があったり、こう、イベントっていうのって結構好きなのか、まあまあ、やっぱり慣れてると落語って、まあ予定調和じゃないけど、まあ筋はね、決まってるもんですから、そこを逸脱してくれるのを願ってる人もいるかもしれない、ね、願ってない人もいるところが、ね、まあ、ところ難しいところで、ね、願っても願ってもいなくて、菊神がまたやりすぎなんて書かれちゃう、で笑って
ても笑わないでもどっちでもないっていうそういうお客さんですよね。なんだろうね。ちょっと今日のね、タンメイとかね、うん、今日やったタンメイとかも一度聞いてほしいですね。ああいうシーンってなかなかないですからね。あの心配してる人がね、あのほら、あのまた亭主が死んじゃったから、でその心配の仕方がね、ちょっとなんかデジタルな感じがね。そうなんだ。そうなんですよ。あの、お客さん 何人ぐらいですかね、ね、結構たくさん入ってますけれども、ね、最初ね、一発目のその心配のセリフで笑ってるの5、6人なんですよね、まあ、だんだんじわじわ笑ってくるっていう、ね、ちょっとね、あの菊池師匠もね、あの変えてますね、ずいぶんいろんなことが入ってるので、うん、ちょっとマンスリーは楽しみだっていう方が多いです。今日石井哲也さんいませんでしたね。あ、今日はいなかったですね。二度寝ですかね。ですかね。石井哲也さんがよくいらしてて、でなんかあのあれですよ、対談をねされたりとか、ちょっといろいろとあのお客様の間でももう本当にもう毎回来るようなマニアックな人がたくさんいますので、ぜひぜひ一度、そうですね、はい、ぜひ来ていただき、いらしてください。石井哲也さんの本読みました？読んでないんですよ。読んでないんですよ。本田さん、五六。6代目の6代目の6代目の違う違う、あれは贅沢な話か。あ、5代目の5代目5代目6代目芸五六森ちゃんの、そうそうそう、小三師匠のね、森ちゃん、あ、聞き書き、コリン師匠がいろいろ、うちの師匠がなんか頭なんか書いたりとか、そう、後書き、小三師匠がね、この落語はこうやるべきだとか、こういうやり方しちゃいけないとかっていうのを聞いたコリン師匠が石井さんに話して、読んでるとね、鬱になるね。もういかにいかに自分が間違ってるかっていう、小三師匠何にもできねえじゃねえかみたいな、そうそうそう、もう嫌になってくる本当に。でもまあ一つの考え方だからね、それはね、そうじゃなきゃいけないってことはないんだけど、あまりそれに固まってもね、いけない。ただまあ小三師匠をやっぱり好きだと、この人こんなふうに思ってたんだと思うと、その違いにさ、自分のとの違いに、芸じゃなくて考え方もね、小三師匠って結構言うんだよね、なんかオリルでこれがこうだよって、こういうつもりでやんだよっていうことを教えてくれた。二つ目勉強会も来てたっていうね。僕はないんだけどな。なんかね、僕ね、すごい乱暴な言い方です。僕、話し家じゃないんで言えることですけども、小三師匠ってね、僕がね、多分見た中で、一番全盛期に当たってて、一番すごいなと思ったのは小三師匠なんですけど、ただね、後でこういろいろ書いてあるものとか、落語とか聞くと、本質的にそんなに面白い人じゃなかったんだと思うんですよ。まあ、真面目ですよ。そうそう、ね、だからもう本当に真面目で、で、それこそ剣道あそこまで極めるぐらいの人ですから、本当、型から入って実践もやるみたいな感じだから、芸談がやっぱり硬いんだよね。だから面白い人が落語をやれば面白くなるっていう考え方はないですよね。そう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 、あの柳の考え方は、ね、関係ないそれはっていうね、本当にやっぱり間で笑わせる感じね、で自分のだから新書書とかとは違うのね、新書書なんか本当に新書っぽいフレーズポーンって掘り込んでこう、ね、それがまた2倍にも3倍にもってなってますけどね、三章そのままもう本当に太いままですから、へこむ、へこんだ、へこんだ、間違ってたの、読んじゃ閉じ、ね、薬飲んで、またバファリンとかエキセドリンとか飲んで、頭痛くなっちゃうね、合法ドラッグとか、いやそんなことはしない、そんなことしないけどね、かなりきつ、だからあれね、一般のファンの人が読んでさて面白いのかなとは思うんですけど、大きな差なんですけど、あ、でもやっぱり落語ファンはね、まあね、落語ファンはやっぱり時代になりましたよ、そのほら、芸談とか芸論っていうのが出版されるようになったり、あるいはいろんなこう番組とかでね、喋ったやつのお客さん聞くって、それなかったわけでしょ、前は。そうそうそう、だから新章師匠の芸談なんてね、まあね、ほんと少ししかないじゃないですか、で石井さんは落語すごい詳しいんですね、で、あのプロよりも詳しいのは当たり前だって言ってましたね、やらなくていいからって、稽古する時間はいらないんだから、あのネタとかにはやっぱり詳しくなってくる、落語やるのに必要ない知識ってありますからね、その落語の知識でもいらないんだよね、それは演じてで、あくまでも、ねえ、またあのミッキーさんがね、一言も喋らない感じの、こういう時は、ああ、何、いやいやいや、やっぱモデルガンの話した方がいいんじゃない、いやいやいや、マジックとリボルバーどっちが好きですか、そういうこと言った方がいい、やっぱリボルバーでしょ、いやリボルバーちょっとオートがいい、オートがいい、
うん、今持ってる中で一番高いモデルがいくらなんですか。いや本体とちょっと違うんで。ちょっと待って。え、何何何。自分で作っちゃダメなんだよ。どういうことどういうこと。実弾ってこと。いやいや実弾だから。いわゆる改造拳銃ってことでしょ。本体にプラスアルファでだから本物のパーツつけたり。あ、合法な方ですよ。なるほど。合法な。じゃあなんとなく自分が仕上げた中でこのセット、うん、これがいいっていうのいくらぐらいですか。いくらかかった。それ30弱。30万ありゃ本物買えちゃうからね、池袋あたりでそんなに安くねえと思うけど。トカレフとか僕あれですからね、カンボジア行ったらね、ロシアンマーケットってとこで、うん、でトカレフは100ドルぐらいです。あ、シュルーダンがね20ドルぐらい安いね。でね、ロケットランチャーが70ドルとロケットランチャーなんでトカレフよりも、うん、トカレフよりもね、あれだってロケットランチャーなんかあんなもん普通に買ったって何百万もするでしょ、うん、ねえ、なんでこっちの方が安いのって言ったら使いづらいっていう。トカレフはほら、使いやすいから。いやー、なんか見たなと思いました。今、ロケット団に5000円で来てもらいましたっていうのが。本当に乱暴ですよ。扱いづらいって言ってた。扱いづらい。ロケット団もいいけど。ねえ、分けると2500円ずつ。なかなかなかしびれますよ。あれですか、全部で何丁ぐらい持ってるんですか。もうこれほら、うん、この放送は何の決まりもないですからね、うん、どん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 そういう話して、うん、4丁ぐらいです。その4丁は何、どういうもえ、いわゆる拳銃、ライフ拳銃は2つです。拳銃2丁で、ちょっとカテゴリーがね、普通の人ちょっと分かりづらいですけど、いいよ、分かりづらいって、あえて聞こう、うん、それを聞きたい、うん、いや、あとだから、スナイパーライフルが1丁。スナイパーライフル、ライフルだね。あの山猫は眠らないから、うん、そうトム・ベレンティア、うん、そういうのと、あと1つと、あとアサルトライフル。アサルトライフル、これ知らない、軍用の敵ながら、ね、ちょっとスナイパーライフルとかよりもちょっと、うん、短めの、短めで、ね、火薬とかちょっと短めなんですけど、あの、使い勝手のいいね。あの、あれはどっちなんですか。ゴルゴ13が作ってる M、 一応あれアサルトライフル、アサルトライフル、 AK もそうなんです、AK ってあれでしょ、世界中で一番流行ってる、うん、ね、ま、あれ機関銃ですから、機関銃じゃないよね、機関銃でもカテゴリーはちょっと難しいんですよね、うん、うるせえなカテゴリーカテゴリーにうるせえ男なんですちなみにこう菊池師匠は、趣味といえば何ですかね。いろんな、ね、ですよ。なんか集めてるもんとか、ね、ないないない。僕あの偶然ね、菊人賞車に乗せたことあるんですよ。ああ、そう。あの柳家パナショツさんっていうね、僕の某同級生がいるんですけど、うん、パナショツくんがね、はい、なんかちょっとね、宝の馬場で会合があった時に、うん、じゃあお前俺行くからって言ったら、車でですか、両国にいるんですけど、そう乗っけてって拾ってくれませんか。お、いいよいいよって言ったら、パッと見たら、あ、どうもすいません、私、よいよ、キクロウさんでしょ、知ってますよ、あ、知ってます、あの、ちょっとそこで一緒になっちゃったもんですが、偶然同じ会場でプロレス見てたんですね、両国ね、新日の G1 を見てます。だからプロレスファンだっていうのは、まあまあ好きは好きですね、今はでもそんなに見ないですよ。ああ、もうね、昔はよく見た感じ。まあまあ時間があればね、うん、その頃は結構行ってたんで、うん、その時の両国の上の方の席で、うんうん、そのこう上がっていくじゃないですか、座席こうすり鉢になってから、しょっぱなさんがいて、うーみたいな感じで、全然さ、おえーって全然なかった。あ、もう二人ともよくいるみたいな、そうそうそう、楽屋みたいな、やっぱりそうそうそう、やっぱり今日いるよねっていう、そんな感じでしたね。なんか六甲カフェですごい会話もしてます。ちょっとじゃあ何プロレス関係、プロレス関係のね、よくわかんないんですけどね、春風亭電子師匠、この前まで、小猪助さんっていうお名前だったんですけど、その方が、メインで、で出演者、春風亭正松さん、あの大きいね、であとは、入船亭雄一さん、そして特別ゲストが、クレイグクラシックっていう現役のプロレスラー。ジュニアヘビー、元 NWA 世界ジュニアヘビー級王座ですよ。何でしょうね、これ 何、何やんの、落語何やんだか分かんないですよね。でも格闘技好き多いよね。まあ多いね。まあね、これね、今パッと見たんですけど、7月6日だからちょうどこの週ですので、ああ、そうですね、7月6日この金曜日ですね、興味のある方、落語カフェまで、ぜひぜひお願いいたします。いくらいくらいくら、これがね、2000円ですね、前より当日2200円です。すごいですよ。で、よくほら、テキサスブロンコ、うん、キーファンクとか、うんうん、モエルトーコン、ね、アントニオイノキ、
南海の黒表って書いてありますよ、湯船っていう。南海っていうのは難しいので、わからないからね。あと、落語バカ。笑福亭正松。千の酒を飲む男、春風亭電子。だらしがないですけどね、みんなね。ちょっと興味があれば。今度やんないですか、菊池師匠は。やったことないな、マス。あ、そうですか。やりたいです。おはようございます。どうもおはようございます。来たよ。すいません。ね、これで、花平ちゃん。本日は、初めてですもんね。はい。そうですよね。林家花平さんです。ちょっとこっち。はい。ちょっとこっち。はい、林家。今ね、録音してんの。え、録音してんの。録音してんすか、はい、そんなとこ入ってきちゃった。うん。そうそうそう。そんなどんなとこだよ。そう。全然やばくない。俺もそうなんだ。参加参加。そうまあ座ってください、ね、座ってください。もう菊池師匠もみきおさんも何の事情もわからないですね。全然わかんない。花平さん何しに来たんですか。おぐりです。え？あ、いやいや、なんすか？おぐりじゃん。今思いっきり本名を。あ、おぐりさんね。あ、びっくりした。誰か送りに来たのかと。おぐりしました。花瀬さんは夜の部ですね。夜の部。美女の野獣という。あ、美女の野獣。私も初対面ですけど、落語カフェの青木でございます。ここで初対面。名刺でも何でも公開してください。ホームページはよく存じております。あ、ありがとうございます。すいません。なんかお飲みになりますか？あ、もう大丈夫です。大丈夫ですか？これね、なんか持ってきて。今日はあの特別に出るんですよ、飲み物。あ、普段は来てもジュースとか出ないですよ。今日は、ね、今日はそうそうそう。ここで喋ってるっていうの何の放送ですか。私のブログのポッドキャストを撮って。あ、そうなんですか。うん、たまたま今日撮って、うん、で俺も昼間やってて、うん、サノスさんも来てたまたまそういうことになって、もう大手町ら今回遅れそうになってる。そう、もう大丈夫ですよね。行かなきゃ。夜の人がもう楽屋入りしてるってことは、俺ももう楽屋入りしなきゃいけない。なんか言い残すことがあれば言っとって。だから大手町近いんだ、こっから。そうですよね。近いんですよ。駅で1個ですからね。ですよね。はい、大丈夫。なんかあれば、あの、言っていただいて、それで、あの、そうですか。そしたらですね、これは北海道ですよね。それはね。スパイシーコガネっていう、この、イカスルメの。差し入れね、これと、はい、オレンジジュースは合わないですよ。スパイシーコガネはお酒で食べてくださいよ。はい、はい、じゃあすみません、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また一新師匠でございました。みきおさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。帰るんですか。一緒に帰るんですか。よくわかんないっていう。一心同体なんだね。いや、これから大手町勉強しに行くんですよ。いやいや、その後深夜寄せ。深夜寄せ。いや、その後間に合うじゃないよ。結構早く上がる。本当ですか。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。どうもすいません師匠。お疲れ様でした。ありがとうございます。失礼します。お疲れ様です。ね、いい塩梅に花平さんがこうやって入れ替わり立ち寄せ見てる。これ何時までやるか。いや、決まってないです。なんかさらうんでしょ。いや、さらわないです。さらないんだ。いいんだ、バッチリね。あ、そうですか。じゃあ、花平さんは林家正蔵門下の春芸として、はいはい。え、いつから二つ目ですか。僕、11月ですね、去年。あ、もうまだね、バリバリのフレッシュの、ほやほや、林家ホヤ兵。ホヤ兵はいたけど、そういう人いたけど。兵士兵。うん、いた。みんな辞めちゃった。辞めた人ばっかり。今あれですよね、一番上が、ちゃんたけ。ちゃんたけね。たけちゃんが。たけちゃんがね。たけ兵さん。そして2番目がたこ兵さん。そして、花兵です。花兵。で、その人が、もうでも、その、何ですか？七子、鶴子って全然、あんなのもあと、豆兵さんがもうそろそろ、今年の11月じゃないですか、そろそろ、上がる感じなんですかね。ここで、桂宮治さんがいらっしゃいました。はい、おはようございます。おはようございます。どうぞ。ダメだよ、次々巻き込んじゃう。ちょっと、ちょっと、まあ、お座りください。まあまあ、お座りください。なんか用ある？喋っていいって。いやいやいや、どうぞ、お願いいたします。はい。どうなんか手話でしょ。手話でしょ。どうぞ、お願いします。おはようございます。どうぞ、これ座って。もうね、あの、これご縁ですから、どうぞ。今ね、収録してるんですよ。はい。僕も今から始まってる。そう、ポッドキャストの収録してるんで、ちょっと遊んでってください。さっきまで菊池師匠とね。あ、今、ミッキーワニさんに。ミッキーさんがいらっしゃって。もうね、時間も随分やってるんで、もう2人のもう宣伝してもらって。2人のね、ご紹介をして、この、会、今後もね、続く予定ということですね。はい。なんか、どんどん、あらら、どんどん入っちゃうよ。どんどん入っちゃうよ、ほら。おはようございます。おはようございます。
ございます。ちょっとこちらにこっちみんなこっちこれさっきから面接見てるなってけど。ちょっとすいませんこちらに座っていただいていいですかね。ゆうちゃん水をお出しして、はい、すいませんね。大変だ。あのさじゃあなんか会の宣伝あったらしてもらいたいんですけど。そうなんですよ。この会でもいいし、まあ、次回とか決まってればいいし個人の会でもいいので。言っていただければ多少はねチラシ巻くぐらいの、はい、ちょっとお座りいただいてすいませんね、はい、ちょっとあの、私にお付き合いいただいてちょっと、はい、すいませんあのですね、はい、三之助さんの三之助さんのホームページでにあるポッドキャスティングというなんていうんですかねあのいわゆるもうラジオみたいなもんですあの個人的なラジオみたいなので、うん、あのもう何週ぐらいやってるんですかね150週ぐらいやってるので3年ぐらい僕と2人でやってるんですよ、うん、で、まあ、たまたま今日はあの昼と夜の間に撮ろうとしてさっきまでの菊人師匠と、三木夫さんを餌食にしてやってたんですけど、はい、また新たな餌食が3人も来たということで であの告知を含めてですね、はい、今日ご紹介だけでこっからも仕切り直そう出たり入ったりするとわけあったから、はい、というわけでで、はいね、本日また新たなゲストがいらっしゃいました。さっき2人いたと思ったこの3人になっちゃったよ。ねえ、はい、そうまずはですね、はい林家少女門下の少女門下言えてないもう言えてないですねもうボロボロちょっと待って新規料流局新規料流局新規料流局言えないもうだって90分喋ってんだもんそうはい結構言えたんで少女門下の優等生でございますはいご紹介林家花平ですありがとうございますはいそして、はい桂新治門下のクセモノって言われてるんですよ。クセモノ。まあいろんなことをやってくるという。新進気鋭の二つ目でございます。はい、どうぞ。目標とする話家は三之助師匠です。桂宮治です。ああ、用意書はできる。そう。さっきから緊張してる演技してるんですけどね、宮治さんはね。あの辺にはできない、ね。汗一切かいてませんからね。もうちょっと近づいてきてください。はいはい、はい。後半あれ、なんでね、マイク。そしてね、あの。講談会のニュープリンスですよ。ニュープリンス、なんか英語の教科書。プリンセス。あ、そうそうプリンセス。そうだよね。そうだよね。僕今プリンスって言いました。もうニュープリンセスですよ。はいはい、いつから2つ目になられたんですかね。私は24年の2月からです。2月からです。この春先、なったほやほやでございます。ほやほや一流祭、定山門下。どうぞ。一流祭提供でございます。はい。はい、もうね、映像でお見せしたい、はいはい、この3人が落語カフェで、やる回が美女の野獣という回で、うん、美女とじゃないんだ、美女の野獣なんです、ね、の野獣だから、まあ、美女の下にいるんですね、野獣が多分ねそうですよね、2人が野獣ってことになるわけだよね、もう要するにもう使いっぱいみたいになってる、そう美女に使われる使われたお礼で触ってみたいな、そういう約束とか、ね、なるほどね、まあ、楽屋狭いですからね、楽屋狭いんですよ、あの三之助さんはここ実は楽屋作る時とかももうこうスケルトンの時から協力してもらってるんですね。で、唯一決めたあのあれが楽屋でエッチなしねっていうのが。そうそう。ね、そのぐらいできちゃう広さはまずかろうっていう。そう楽屋妙に近いから、うん、うん、ダメね。それはもうね、すごい慎重に設計をしました。あとここの楽屋はね、非常にまあの出るの初めてですからね。です初めてですから言いますけども、非常に声がねよく聞こえます。うん、客席。あれは初めてだ。僕初めてだよ。そうですよ。だって布一枚しかないからね。布一枚しかないから。布一枚。で逆に言えば客席の声も非常によく聞こえますね。そうそう。よくね開演前にお客がね、出る人の悪口を言ってたりなんかするのも全部聞こえちゃう。そうテンション。すごいテンション下がる。テンション下がる。天丼どうせやる気ねえんだろうみたいな。そうそうそう。そっちは。そっちはね。そっちはね物置です。物置。はいはい。はい。でこのねそのどうしてこの会をやることになったんですか。ちょっとね。いやもう理由は簡単で、うん、花平兄さんが勝手に電話してきた、うん、ああなるほど それを花平は知らないみたいな、まあ、花平さんが多分あれでしょうねあの提供さんのこと好きなんでしょうね、そうですね、それでもうちょっとあの、ねまあ、宮地を出しに使うかと、そうか二人会っていうのはちょっとやらしすぎると、僕本当に落語、ね、あの河原版のあのメーカーあるじゃないですか、はい、あれで決めたんで、パッてめくったところに白とか、いやあれでちょっと可愛い子を探してたんで、なるほどなるほど、おっってなって、うん、これを提供さんとつなげるには誰をこう、うん、誰が知ってる、仲介になる人を探してたんです、うん、やっぱりね宮地さんはね
もう本当あれですから、まあふっとした雰囲気でね、下町の土建屋の社長さんみたいなね、あら、そういう雰囲気ありますから、もう一つ一つ。あらって褒めてないよ、全然褒められてない。なんかあれ、あの、なんかほら、トラちゃん俺だって社長なんだよっつってる、あの人に似てますからね。タコ社長ね。あんな感じ。それよく言われますわ。そう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 。だからね、だから人と人とつなげるなんていうのはまさにね、いい役目ですよ。私に使ってもしかしたら。2回目から僕いないかもしれない。あわよくば口説こうなんていうね。そういう。あ、そうなの。じゃあ今日まともにこうやって何一堂に返すのは。3回目ですね。3回目ああ、まあで、会をやるのは。一応集まって話したぐらいで。ほとんどシラフで決まったことはない。そうですね、大体。だから例えばお互いの芸を見てね、一緒に聞いたことないとか、そういうことないでしょ。そういうことないわけでしょ。見ぼくたくねえな、おい。僕と提供姉さんはあるんですけど、結局花火兄さんだけどうでもいい存在。だ今日手店みたいなもんなんだよね、初めてね。芸はどうでもいい。皆さんね、あのそれぞれね、ホームページ、ホームページとかありますかね、皆さん。え、じゃあ見ていただければわかると思うんですけれども、ちょっとこのね、二人はね、ちょっと悪そうですよ。この男性二人は本当に野獣って言われてるぐらい、メンさんもアンセムさんもちょっとね、あのやんちゃっぽいですけど、ちょっと言えてないですけどね。提供さんはね、あの本当ね、読者モデルよりは可愛いですね。今日めちゃくちゃおしゃれな服装ですもんね。鼻ついてるじゃないですか。パンプスに鼻ついてるじゃないですか。それやっぱり最初だからさ、ブランドだってあの辺にいいと思う。今日ちょっと書かれてもいいみたいな感じ。それかね、それかね、全く放送を考えてない。なんて世間話。まあ、あそこ楽屋狭いからこんな話できないからね、楽屋じゃね。全部聞こえちゃうから。今のうちやっといて。矢崎は欲求不満って言うよね。え、それは何ですか。うちの講談会の話をしてる。あ、紫の洋服ね。俺びっくりした。神田じゃねえ。なんでこんな。おい、おい、そんなわけ。意外にしろよ。練習しねえとそういうこと言うと。何するの。これ。花部屋にさ、すごいこと言うな。違うよ。もうやめてくださいよ。先生じゃねえ。神田アップルです。よせよせよせ。ね、あれですよ。あのね。紫色の洋服を着てるのね。着てる、着てるんですよ。ラジオだからね、一応そういうことも考えつつしゃべって。ピンクを着てます。カオレンジっぽいようなパンプスに花がいっぱいついて。サーモンピンクってあれね、これ。ああ、そうそう。紫の服を着てるとそうなんですか。紫は欲求不満ですよ。聖徳太子。そうです。とか、坊さんとか。坊さんとか全員紫ですけどね。あら、もう欲求不満を表してる。なんかわかるけど、お坊さんとかね、だってほら、もう。ぎゅうぎゅうね、ストレスフルにやってるからね、追い込んでますから、自分もね。ぎゅうぎゅうってぎゅうぎゅう追い込んでますから。ぎゅうってあの、牛の牛。じゃあ、そういうことで集まったんだったらば、じゃあこの会に何か意気込みをって言っても、みんな噛むようになって。意気込みをって言われりゃ、これなんだかよくわかんないわけだね。まあ、だから違う協会っていうぐらいで、あとはコンセプトとして、あとは提供さんをちょっと口説ければいいなぐらいのことなんだろうね。花部屋さんが落語協会、宮治さんが芸術協会、そして講談協会、全員違いますからね。ただね、宮治君はもっと好きな講談の人いるんだよね。いや、提供姉さんまでは言えない。いつも言ってんじゃねえかよ。僕が金環姉さんを好きだってことは絶対口が裂けてるな。なるほど。ただ今日見てやっぱ提供姉さんの方が綺麗だな。これはね、本当ね、宮治さんはね、ろくな死に方しないと思いますよ。そんなことない。これさ、これで落語会やっていいわけ、この3人がこんな状態で。まあね、提供さんはこれでいいのかもしれないけど、あとの2人何なんだこれは。よこしますぎる。提供さんは美人美人って今言ってましたけども、今日よく分かったのはこの人は頭がいいですね。なぜならね、一言も喋らない。そうそうそう。これね、本当ね、喋れば喋るほどろくな方向行かないですからね。沈黙は謙虚に知ってる。それでいて怒ったりしないってとこが素敵ね、またね。怒って帰っちゃうと。もう諦めてるのか。いやいやすんな。化けの皮剥がしたいな。そうです。金環さんとね、帝京さんと銀屋さんと前でここで講談ガールっていうので神保町のサイトの取材を受けてました。やってましたから。あの世代的に帝京さん入門何年ぐらいですか。平成4年目です。平成20年ぐらいですか。5年目です。終わってますよね。そうですよね。だからそこら辺で結構若い女性がまた入ってるんですね。で男性もいらっしゃいますもんね。それこそ松之丞さんとかも近いですしね。今度また2つの。そうなんだ。講談もね、すごいね、また増えてきて。で落語カフェもね、講談会がすごい増えてきて。そうだね、若手のためにあるんだもんね、ここはね。ぜひ
皆さん講談もよろしくお願いします。うん、そうですね、はい。なんか3人来てもらったけど3人の話はあまりしてないからさ、うん、ちょっとね、まあ、5人ね、3人あんまり意思の疎通がなんか、うん、これってもう次回決まってたりしないの？しかまだ全然決まってない、うん、あるかどうかもわかんないつか今日これからなさそうだもんね、大地やんなそうな感じしてるもん喧嘩になって帰りそうな感じ。ダメだよ、お客さん申し込みも多々ありますよ。あ、そうです、はい、あります。ただ3人ぐらいある、はい、じゃああとはもう個人的なあのインフォメーションを言っていただいて、ね、これはね7月のね、2日に放送になりますので、はいはい、4月の上旬中旬ぐらいで何かありますかね、なんか会があれば言っていただければ。一応これ1500人ぐらい聞いてるんで、どっか引っかかるかもしれない。7月の9日の月曜日に、はい、日本橋邸で、はい、桂宮治、の会があります。お、どげん会、はい、産経リビング新聞社さんが主催でやっていただくので、お、すごいじゃん、すごいじゃん、暇があったら来てください、はい、ゲストは前田和智さんです。お、なんか、ね、ネタかなんか出してるんですか？出してないです。適当な感じでやります。お、そうすか。そしてですね、宮治さんもね、落語カフェでもあるんですよ、はい、7月14日はい、しあ、15、ごめんなさい、13日の金曜日、うん、まあ、いい日だね、ちょっと宮治さんっぽい日ですけれども、うん、桂宮治対はい、立川吉祥という、吉祥さん、吉祥さんはあれですよね、本当になんかスピード、ね、1年ぐらいで、ね、出世という。で、これはね、これもね、なんでこれなのっていうようなことをお客さんからよく言われるんですけど、ある方が、あの仲立ちを、ゆいちゃん、お客さんが、はい、ある仲立ちを入った方が、こちらの、宮治さんと吉祥さんを見て、なんかぜひやりたいと言って、お手を挙げ、お上げになったんですね。で、席亭をやると、うん、いうことで、それで、なった回なんですけれども、なんかいろんなところちょっと話題になってるので、うん、これもぜひぜひ、2月の、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、13日の金曜日、あの、今、キョロキョロしてる人が入ってきたんで、うん、一瞬何かなと思ったんですけども、7月の13日金曜日でございます、はい、19時開演です。そしてそして提供さんも会がありますね。はい、ありますよ。これはね、もうね、通年でやってる会なんですけれども、うん、2ヶ月に一遍ぐらいですかね、これね、一流祭提供の会、カフェで楽しむ講談ということですね、うん、これは土曜日の最終土曜日の、夜の、7時半開演で、うんうん、4月6月とありまして、次は8月ですね、8月の25日あ、6月の会終わったばっかりですね。じゃあまたね、これからです、ね、これからなんです、終わったばっかりなんですよ、これ的には終わったばっかりで、もうすごかったらしいね、もう300人ぐらいここ来ちゃったそう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 、そういう噂で ねなんか250人連続されてます。そうそうはい、そうなんです。で、10月と12月にもありますので、お楽しみに。偶数月ってことですな、はい、うん、何かありますか？さっきから花平さんぼーっとしちゃってます。4月6日ほう、もう日比谷座で夜、もう落語白樺派の会、何ですかそれ、どうしてな、文学的な最近何その流派は、北八、菊六、花平の3人で、あ、多いですね、あ、それって学習院の、あ、そうかそうか、そうだ、繋がりでね、え、なんか死ぬほどウドで働いてるみたいなねそういうつながりだ。そうです、ただね、7月の6日は落語カフェに来なきゃいけないんで、ね、あ、これもあるね7月の6日のね、皆さんちょっと落語カフェ、プロレスの、まあ、白樺かあるいはプロレスかっていう選択肢なので、横浜方面にいらっしゃる方はぜひね、はい、お願いします、お願いします。いや、ただ私は落語カフェ、横浜来い、横浜格闘演芸道場、もうあんまチラシ見てねえじゃんそれがもうタイトルの格闘演芸道場っていうのはもう不成立だもんね格闘と演芸っていうのがね、本当に何やんのこれ、お笑い漫画道場みたいだもんね本当ですよね、全然おかしい、なんか土管で住んでるし、本当に王者が来るんだけど、そんな感じがしますよ、はい、もうね、花平さんに至ってさっきから雑談してますけど一応放送なんでね、これね、まあそんなことでは3人もよろしくってなことでね、はい、またね、皆さんにも、なんかちょっと試しに一言ずつもらえますか、なんかちょっとじゃあ、花平さんどうぞ、なんか一言よろしくお願いします。花平でした。お、はい、僕は一番楽しみバイトっぽいですね、バイトっぽいペロペロ、うちは言うでしょ、新しい芸人賞みたいなやつあら、僕はでも本当落語やってて一番やりやすいのがやっぱ落語カフェで、で特に僕品川ケーブルテレビで三之助師匠見るのが大好きよく、これからも一生懸命頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。偉い、卒がない、卒がないね、卒がないけど、そこはかとない悪い感じですそして提供さんお願いします、はい、隔月で落語カフェで勉強会させていただいておりますが、2つ目になってから義士伝に挑戦をしようと思っておりまして、やっておりますので、こんな声だったの、
そんな声よりもね、本当に写真だけ見て決めてんな。 そんな声とも義士伝って知らないと思うよ。水平さんは言われても、うん、カタカナですか、義士伝ね。江ノ電みたいな、ね、小野電みたいな、義士伝ね。はい、教わって、ちゃんとどんなものだ、はいはい、ね、許可屋で、はい、そうそう、しゃれ言ってください。途中だと思う、あこう義士伝に挑戦してまいりますので、どうぞお運びくださいね。12月なんかね、はい、ちょうどね、じゃあこれどん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 やっていくんだね、この義士伝をね。その他にもね、うん、いろんな、講談の企画に提供者が出ることもありますのでね、お上手講談会、うん、ね、あのここでやってるんですか。あの定山先生のお嬢様の、まあ、提供さんと、うん、それから、角栄先生のお嬢様の、銀屋さんと二人で やって、まあ、あの席亭が立ってね、そういう名前シャレでつけてやってるんですけれども、うんうんうん、まあ、あんまりそんなお嬢様っぽい二人じゃないんですけど、講座は全然おっさんみたいな感じのぐいぐいく感じの講座をなさるんですけれども、あ、まあ、ちょっと楽しみに、はい、来ていただければと思います、はいはい、今日はこういう三人 で、はい、で実はあの前もね、菊池愛さんといたんですよ、ちゃんと、はい、いたんです よ、 いたんですよ、ミッキーとね。今日はもうゲストダクさんだから、はい、ね、ということで、まあ多分この3人も今キョトンとして、これ何の放送なんだろうってまだ分かってないと思いますが、うん、はい、まあ分かんなくてもいいですね。いいですね、分かんなくてもね、はい、ありがとうございました、本当に。ありがとうございました。ということで、また来週。はい、また来週。冷たい雨が降りしきる野球場で、傘もささずに立ち尽くす少年が一人、懐かしい友の面影に似た、あどけない横顔が涙で濡れている、少年よ泣くんじゃない、時過ぎてまた夏が来る、白球を追いかけてただひたすら走り続けろ。あの日交わした約束は果たせないまま、街を離れていく年も忘れずにいるよ、ニュードームも見るたびにあの夏を思う、照りつける太陽の下笑顔がよみがえる、この夏はうちに帰ろう、あいつの思い出を追いかけて、この夏はうちに帰ろう、なくしたボールを見つけ出そう、少年よ白球を追いかけてただ